皆様こんにちは。今回は私のヘアケアだったりとか、あと髪の巻き方だったりとか、あと髪系で使ってるもの、とにかく髪の毛についていろいろ紹介する動画になります。はい、まあ私の今の髪といえば結構、まあ、ブリーチもちょっと前にしてるのと2回ぐらいしてるかな、もっとしてるかな。で、今は赤を入れてるんだけど、まあカラーバターで今入れてるからそこまでめちゃくちゃ傷んでるってわけじゃないんだけど、結構ダメージ網な方なので、まあブリーチを 2,3 回最近してから、私ドライヤーが大嫌いなんですけど、そう、それでまあ絶対に髪の毛は乾かして寝るようにしてます。まあみんな当然のことでしょって思ってると思うんですけど、本当に嫌いなので私はもうなんか自然乾燥でずっとやってきたんですよ。まあその割には傷んでないと思うんですけど、ただめちゃくちゃやっぱりブリーチしていくとチリチリになってくるんですよね、このちょうど枕が当たるところにね。なので絶対に乾かすようにしております。だからまあドライヤーどんなものが市場にはあるんだろうと思っていろいろ試している段階で、こちらのドライヤーも試させていただいて、まあ結構すごくいいので今回はこれも紹介していきたいと思います。はい、でこちらはねこんな感じスタイリッシュなデザインになってて、ここマグネットになってるんだけど、これはとにかく大風量ということで、まあ私の結構基本的なドライヤーの基準、私が求めてるものはもう風量が強いこと、ツヤが出るとかそういうのはもう二の次で、乾かすのが嫌いだからとにかく早く乾くドライヤーが私の求めてるものになります。なのでこれもすごくいいです。こうね、すごく軽いんですよ。だからお子さんとかでも自分でこうバーってできるぐらいの軽さ、340g なので長時間こうバーってやってても、私はもう基本携帯で YouTube とか見ながらこうやって聞きながらこうバーってやるんだけど、全然手が疲れないぐらいの軽さ、そこもすごく気に入っております。はい、あとすごくいいなと思ったのがね、ここにね書いてあるんだけど、このボタンを押すとモードが変えられるんですけど、温風モード、冷風モード、これは結構いろんなところのドライヤーにあると思うんだけど、速乾モードとか頭皮モードとか、あと温冷リズムモードっていうものがあって、いろんなモードが選べます。はい、なのでまあ今までこうあったかい風でね温風で乾かして最後冷風でやるとツヤが出るっていう、そうなのでそのモードを変えてやってたんだけど、自動で切り替えてくれるので、それもすごく楽で、結構ねツヤが出てるんですよね私髪の毛で、まとまりもすごくよくって、ここがツヤが出るのは結構あると思うんですよね、まだわりかしこう生えたてというかで、ダメージっていうか摩擦とかもそんなに当たらないところじゃないですか、ここって巻き髪とかも、だから毛先が一番こう駆使するし傷みやすいんだけど、ここら辺もかなりツヤがね出てきてて、やっぱちゃんと乾かせるっていうのは強い。あとこの温冷リズムモードのおかげで本当にねツヤが出て、寝る前もかなり結構ツヤツヤです、私髪の毛はい、でこのドライヤーはまあ風量が強いっていうことだけではなくって、2000万個のマイナスイオンも生成されるらしいので、静電気を抑えてくれて、さらにまとまりやすくってツヤも出やすくなるよというものになります。いいですよね。でまあ音なんですけど、まあ普通のドライヤーぐらい、めっちゃうるさいってわけではなくって普通のドライヤーぐらいかなっていう感じのイメージ。はい、なので私のヘアケアとしてやっぱ一番は高いヘアオイルを使うとか、シャンコンを使うとかっていうよりはやっぱちゃんと乾かすこと、基礎は基礎の基礎なんですけど、私は本当に苦手なので、その時間何の時間って思っちゃうし、手も疲れるし暑いし、夏場冬場関係なくさ、お風呂上がりは暑いし洗面所にいなきゃいけないしっていう、まあ私の場合はね洗面所で乾かしてるからっていう、もう本当に難点しかなかったんだけど、やっぱりちゃんと乾かすことによって髪がめちゃくちゃ綺麗になってきて、で私もともと髪伸びるの早かったんだけど、さらに切れ毛が減ったのでかなりのめちゃくちゃ伸びてきました。ちなみにここはねちょっとさっきコテでやけどしたんだけど、こんな感じでめっちゃやっぱ伸びるのが早くなっ
たんですよね、私の感覚的に。痛みがちょっとやっぱ軽減どころじゃないよね、痛みにくくなった本当に。なのでドライヤーを今いろいろ試してるところなんですけど、これもすごく良かった。とにかくやっぱ軽いし、音霊リズムモードのおかげでツヤが出るしっていう感じで、すごく良かったです。はい、もうヘアケアはね、髪乾かすのが大事、一番。はい、こんな感じが私の最近のちょっとヘアケアのあれなんですけど、この後に、そう、私のやってる巻き髪の方法と、あと私が使ってるヘアケアアイテム、ヘアオイル、私が使ってるヘアオイルとかの紹介もしていきたいと思うので、このまま見ていただけたら嬉しいです。はい、ではどうぞ。私の髪の毛の巻き方を紹介するんですけど、ヘアケアはこちらアノブのヘアオイルを塗って寝たりとか、あとこちらのメルトのメルトレスティットビューティーモイストコンディショニングウォーターも使ってます。これは乾いた髪にも使えるウォーター状のあれで、でちょっとこう根元からつけるといいよっていうので、マーク前とかも根元系にね、ちょっと私は寝癖っていうかボリュームが出やすいので、ちょっとこうしてで巻いていきます。でこのウォーターがすぐ乾いてくれるので、あの濡れた髪にねアイロンとかやるとあんまり良くないので、このウォーターはおすすめです。で私結構髪の毛がね伸びてきたので、外巻きにくるくるっと数カールぐらいします。巻きに、前まではちょっと手をこうクッと返すぐらいでいいんだってよかったんだけど、ちょっと伸びてきたのでもうワンカールぐらい巻いております。こんな感じで巻いたら、次が表面の毛をちょっと内巻きに軽く、毛先をちょっと外して2回ぐらい、でもすぐ外します。でこのコテがかなり太めなコテなので、ゆるふわカールができるのでおすすめです。こんな感じで私の巻き髪は終了。あんまりぐるぐるやるんじゃなくって、毛先だけちゃんと外巻きにしておけば、ちゃんと統一感っていうかまとまりも出るし、なんかやってる感が出る。そう、こうやって大まかに巻いておくとまとめ髪も落ちてきにくいし、すごくおすすめです。この巻き方を結構ずっとやってます。はい、こんな感じ。ヘアオイルとかは何でもいいんだけど、ドクタータフィーのアーモンドオイルのホワイトティーの香りがすごい好きで、これ酸化臭がしにくいんですよ。酸化しにくいオイルなので、すごくもともとめちゃくちゃいい香りだし、酸化しにくいので愛用してます。ちょっともう前髪がさ中途半端な長さなので、前髪にしっかりつけてちょっとセンターに分けて、もうアレンジって言えるあれでもないんですけどゴールドのピンで留める。もう前髪伸びかけの時はね、前髪アレンジが苦戦するんですけど、やっぱりなんだかんだこうやってピンで留めてるのが楽だし、それっぽく見えるので、こんな感じ。私の毎日のヘアの巻き方と、あとはここくるりんぱしてみたりとかするんですけど、なんだかんだこれが一番落ち着いております。はいはい、こんな感じで私の巻き髪の紹介でした。まあ今めっちゃね前髪とか伸ばしかけで、すごくあの簡単なアレンジを毎日やってるんだけど、まあそれっぽくなるので、こういうピンとかもすごくおすすめです。はい、こんな感じで今回メインはこちらのドライヤー、まあ、私が使っててすごくツヤが出たのを感じたのと、乾くのもすごく早く乾くので、今回こちらをご紹介しました。めちゃくちゃ愛用してます。なので、気になる方はこの動画の概要欄に URL 貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。